the radio up. FM Osaka.田中さん、お願いします。はーい。はい。バミリがあるので。何？そこにちょっと立ってもらえます。あ、このバミリのところ。はい、はい、はい、出ました。何？だから何？ちょっとそこで一回転してもらってもいいですか？一回転くるっと、こんな感じ。ちょっとじゃあ、ポーズ。ポーズ。こんなと。だから何これ。今日は田中さんの抜き打ちファッションチェックをしていこうと思います。それかい。なんで？ひどいな。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、まず、今日のファッションのポイントを教えてください。何も考えていいの？ポイント。ポイント。ポイント。はい。ちょっと派手めなジャケットです。はい。これ何年前でしょう？ザラで。ザラで3年ほど前ですね。はい。買いました。ズボンとかは？ズボン。もうズボンはもうこれですよ。ユニクロ。色がね、この色とカーキと紺と紺色とあとベージュを2本4本で回します。はい。結構ずっとそんな感じの服装なんですか？え、普段でもボタンやけどね。今日これはボーダーで、これも古いよ。何年前？これも 10年とは言わんけど、5、6年前から持ってます。この組み合わせと紺と緑の同じ横島の 2種類買いました。はい。おいくらですか？これなんぼ？2000ぐらいちゃう？これはね、なんぼやろ、7000ぐらいです。でもバーゲンの終わりで買ったんで。あ、ズボン、ズボンがね、これも2900円とかそんなんちゃいますか？ユニクロなんで。はい。靴はネットです。靴はこの形が好きなんで、同じやつ、赤を2足目です。前履き潰したんで。一番古い服っていつの服ですか？今着てるやつで。いや、家あるやつで。家あるやつで一番古い服、一番古い服、あ、ジャケットやな、ね、スーツがまだ残してるね。おそらく東京で営業してた時のスーツがまだあるので、35ぐらいの時のやから20年ほど前のスーツまだあります。ずっと気になってるんですけど、メガネとかはどこで買われたんですか？はい、これネットです。あの、知りません、これクリッカードっていうやつです。パッパッパッカンパッカンってやつね。そう、これで今でね、1、2、3、4台目かな。4色持ってます。1個壊れたんで、今机の上に3色残ってます。まとめ買いしたんですか？いや、1個ずつ1個ずつ。そう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 。最初白っぽいのを買って、で次黄色いのを買って、で紫を番組のチームが誕生日のプレゼントで送ってもらって、でまたこの色、またちょっとおこげ茶を買いました。これです。はい。どう使い分けてるんですか？まあ、今はもうこればっかりです。だんだんね、やってるとね、少しここがね、緩くなってくるので、この絵のところが。なので定期的にまた新しいのを買い出してますね。なんでその形に行き着いたんですか？これもともとテレビのね、あの朝の NHK の番組の日野翔平さんがね、テレビの中でつけてたのを見て、これ便利やんと。で、実際1個買ったらめちゃめちゃ便利です。まあ、老眼なんでつけたり外したりすることが多いんで、なので、もうすぐにつけてすぐ外して、で、ブランブランするよりもここに止まってるから
非常に楽ですね。いじられること多いんじゃないですか。あ、メガネで。あ、そうですね。よくいじられます。逆に、よく驚かれます。メガネ割れるよ。そのマスクは色付きなんですか。これ色付きですよ、これ黄色。どうですか、これ。黄色。まだ一箱丸々残ってます。ぜひ、お渡しします。お願いします。じゃあ、そろそろ最後に。はい。千日後、定年するときに、はい、着たい服とかってありますか。考えてるな、そんな。千日後、定年するとき。やっぱり最後はスーツ着るんですかね。最後の日は。ね、背広着るんかな、最後は。うん。それ以外、赤いちゃんちゃん子はいらんでしょう。ネクタイぐらい赤にしましょうか。ぐらいな感じですか。はい、そんなんです。Turn the radio up. FM Osaka.